中国の運搬ロケット、調整2号 f 用1 2は、17日午前、北西部甘粛省の主戦衛星発射センターから、友人宇宙船進州12号の打ち上げに成功しました。当局は残骸の予測を誤って、一部が人口密集地に落下しました。ロケットの最先端部に位置し、宇宙船を保護する役割を果たす、フェアリングの残骸が、陝西省油林氏に、 落下することを予測した当局は、事前に現地で交通規制を行っていました。しかし、分離したフェアリングは、20キロ以上離れた場所に落下し、打ち方方は人口密集地に落下しました。中国公式メディアの報道によると、同日7時10分から10時30分まで、ロケットの残骸の落下地と、予測される地域のすべてに、交通規制がかかりました。しかし、実際の落下地点は、 交通規制区域から20から60キロ離れ人口密集地であるネイジョー島工業団地に一部の残骸が落下したといいます。ネットユーザーが投稿した動画から空から落ちてくる巨大なフェアリングが見え、撮影者がほら、落ちていると叫ぶ声が聞こえます。ケケケケケポアレオケジェモケジェモハレレオ ネットユーザーによると、一つは先生所を石炭会社内に落下し、もう一つは山に落ちました。石炭会社内に勤めている多くの従業員が落下現場を見に行きました。